まあ、大津さんの話なんですけれど、まあ、当然大津さんがですね、代表権をもらって、まあ、それをですね、行使している、まあ、好き勝手行使しているというのは非常に問題だと思うんですけれど、もう一つの問題はですね、やっぱり大津さん、たくさんのお金を、まあ、使ったと、まあ、されていて、まあ、それ自体に破産宣告出てから使い込みをしているのではないか、まあ、それ自体はもうとにかくすごい問題で、まあ、この件に関しては、まあ、いろんな弁護士の方がですね、まあ、YouTube で発信しておられる通り、まあ、相当やばいんだろうなと思います。でもう一つがですね、大津さん、お金があっても結果を出していないというのが、まあ、もう一つの、ね、重大な点かなと思います。いろいろと、まあ、大津さん取り組んでいると思うんですけど、まあ、それで結果が出てればまた全然違うと思うんですけれど、まあ、その辺でビラ配りしたりやってることがもう全然あまり効果が出ていない、お金使ってる割には何をしてるんだというところでなので、まあ、国政政党の権利をもらったにもかかわらず、まあ、選挙挑戦一切していないんですよね。補欠選挙何度かありました。全体の国政選挙というのはないわけですけど、東京都知事選挙であったり地方でも重要な選挙あります。補欠選挙、国政選挙いくつかありました。それいずれも、ね、候補者も全く出していないので、やっぱり、まあ、そういったところはですね、当選は当然難しいんでしょうけど、まあ、全くですね、それに関与していないというところは、まあ、非常に問題であるかなとは思っております。先日私この会見で、まあ、大津さんのことに関して述べました。まあ、私の真意としてはやっぱり大津さんがですね、自分の意思でこういう状態に陥ってですね、であと、まあ、破産宣告が出てから、まあ、お金を使った、それはもう明らかに、まあ、非常にやばいということで、それは全て大津さんの責任であるということをお伝えしたかったのであって、まあ、それの私のなんとか予告みたいな形で、まあ、曲解するのはかなり無理があるのではないかなと思います。まあ、曲解するのは自由ですけど、まあ、その解釈は相当無理があるかなとは思っております。まあ、一つ最後に大津さんに申し上げるとすればですね、代表権を我々のもとに、立花党首のもとに返せばもうほぼ全て解決する問題であるということはですね、改めてお伝えしたいと思います。別に大津になすりつけてるわけじゃないし、今からでも返してもらえれば、大津が使い込んだお金も他誰かが借りてこようという気持ちありますよ。1億円ぐらいだと十分借りてきますよ。でも大津はそういう人間ではないので、要は他者が不幸になることをすごく望む人間なので、僕の場合はそれは確かに怪しいことしてますよ。だって今回だって24枚ポスター貼ってね、いや怪しいと思うから皆さん調べるわけですよね。調べたら調べるほど法律違反していないってことが分かるわけですよね。 NHK の政見放送で受信料払う人はバカだと思いますっていうのは、ぼーっとしてる人からするとそれは何かの法律に触れてると思っちゃうんですよ。でもこっちは調べに調べてやってるから触れてないわけですよ。そういう意味では大津自身は警察にいろいろと立場の情報を教えてくれみたいなことがあったんでしょう、きっとね。ただそれを調べたら多分警察は肩透かしを食らってた。まあ、そもそもだって広井さんを4時間も質問する必要性ないじゃないですか。だって広井さん被害者ですよね。名誉毀損ですから、なぜ広井さんが NHK 党に4000万貸したんですかっていちいち聞くことはないわけですよ。逆にそれを聞いてるっていうことは、まあ、検察としたら、まあ、立花を捕まえられないかっていうよりも、やっぱり有名な政治家の犯罪っていうのはやっぱりやらなきゃいけないから、警察は警察と仕事してるんでしょうと。当然僕は何も悪いことしてないので、特段僕に対して何かあるかっていうわけじゃない。もちろん名誉毀損に関してはそれ調べざるを得ないので、でもこうやって不起訴処分になってるということです。フリーの答えですけど、ドアゴの、はい、川上さんとのことを聞きたいんですけど、はいはい、何の番組か何かでやったわけですか。はい、まず川上さんとは僕は直接お会いしているのは2回だけなんですけども、まあ、ガーシーの友達の高橋さんと川上さんが裁判をして、ガーシーの友達が負けたんです。でも高橋さんからしたら特許権を出したのが遅れただけでクレームがあったので、ガーシーがこの1億円チャラにしてくれとかって言ったんですよ。それが多分罪になったはずですけど、そこで当時ガーシーの上司だったんで川上さんと僕が初めて会って、まあ、その部分は謝罪しなきゃいけないなと思って会ったんですけども、
でもあなたの会社も犯罪してますよね、当時電通絡みのオリンピック絡みの犯罪をいわゆる角川がやってたんで、それについて僕は知ってたって言ったら、お前がそんなこと知るわけないだろうみたいなことでちょっと喧嘩になったんですよ。それこそ川上、お前は上層部から嫌われてるから情報入ってきてないだけやろっていう、そういう話で喧嘩になったんですよ。でそれが昨年の3月ぐらいだったかな。それで、あまりにも川上がバカなんで、僕はもうバッてこうそこで論破したわけですよ、2時間ぐらいかけて。でそれに対して川上がずっと根に持っていてですね、僕の敵対するその大津とか立花に裁判を訴えられた人は全部僕が裁判費用弁護士費用出しますからみたいなことを未だに言ってるっていう状況で、僕がだからその 3.5 億円を党から借りてるとか、あと8000万円の支払い督促の債権債務を獲得したことがなんか犯罪だとかいろいろ言ってきたんで、もうバカに説明してられないと、何度も説明しても同じことを聞いてくるので、もうアホ相手しないっていうことで、そこで2回目でそこで終わりです。で、今なりだから彼は僕が犯罪をしてるみたいなことを書いてるんで、まあちょっと川上も川上の方もちょっと訴えようとは思ってますけどね。川上さんが黒川の方に、まあ、献金みたいな形で、はい、いや黒川ではなくてみんなで作る党と思われます。まあ例えば大津彩香周りに1000万ぐらいを出してるっていう表現をしてますね。そのお金が大津経由で黒川に流れてるのではないかと。民服の方に献金をしてるこしたことは確かなんですか。本人が認めてたよね。本人がいわゆる X で年間2000万円が上限なので、うん、2000万円は無理だけども、うん、というような表現なので、おそらく数百万から場合によっては1000万円を超える献金を民服とは今破産がかかっているので、いわゆる未来創造党という政治資金団体、資金管理団体からにおそらく寄付したんじゃないかなと、これは想定ですけど、お金を寄付したっていうのはご自身がポストで書いてました。ご自身がそういう自分の、まあ、SNS で発信をしているので、まあ、川上さんに聞いたらどこに行くらっていうのはひょっとしたら言ってくれるかもしれません。この1000万を、まあ国や裏政団体に寄付したと、それ自身は別に違法じゃない。はい、これは適法です。はい、全く。いずれだから今年のやつですから、来年の9月には、うん、どっかに上がってくる来ますから、誰がいくらどこにっていうのは来年の9月ぐらいには見れるというものですね。はい、この1000万が黒川の方に流れている可能性がある。そうですね、はい、ということです。そうです、そうです。はい、その1000万だけじゃなくて、そもそも大津自身が全部で1億1800万円使い込んでるというか使ってるということが第1回債権者集会で明るみになっていますから、少なくとも政党助成金から今残ってるお金を差し引いたら1億1800万なので、その額に彼に1000万乗ってるんであれば1億2800万使ってるっていうことになるんです。だから犯罪人が掴んでるお金は、国から言ってるお金は 約3.3 億円と、それ以外にどういう入金があったのかっていうことはまだ把握してないと、まあ、その入金の中にそのドラゴンの川上さんの入金もあるんではないかっていう。そのドラゴンの川上さんが今までやっていたことで表面上法律違反はないわけですね、はい、名誉毀損的な法律違反を除けば、その資金の移動ではないんですけど、ただ細かいこと言えば、裁判になったら、僕がさ裁判費を出してあげるから立花の名誉毀損行為をしなさいっていうのは、それは一種の不法行為ではありません。まあ黒川あたりに立花を攻撃しろとか、そういった約束があったかどうかということは、それは分からない。現状は分からないですね、はい、ただ逆にそれがなければそんな寄付しないので、むしろその寄付とセットだと考えるのが自然ですよ。現に彼自身がもう僕に対してその3億5000万円が、犯罪だと自首しろまで言ってるんで、もう言ってることは上杉隆と一緒なので、それを多くの人が言うように仕向けるための寄付っていうことであれば、まあ、そういう目的だとは思います。立花が犯罪をしていることを拡散しろっていうことは明確に言ってるので、SNS でそれを拡張してるので、だから彼に対しては裁判をして白黒つけなきゃいけないなと思ってます、はい、NHK をぶっ壊